かめてんけどな。でもうなんか今回さ、すげえ眠いんだよ。でしょ？なんでか分かったんですよ、僕。君たち2人にプレゼントされたね。はい、ほら。ソウルスポーツさん。ソウルスポーツさんの服がね、ポカポカあったかいですよ。これ着るとね、もう眠くてしょうがないんですよ。あったかいとね。ほんでね、本来ならばトラベルだからね、いろんな各地、綺麗なとこ行ったりとかしてさ、茶番が始まるんだけど、雨なんだもん、ずっと。ずっと雨ですね。1日目、2日目、3日目、全部雨ですよ。そうですよ。外でしょ、でしょ。そんでさ、ね、もう、ね、車の中の生活っていうのもね、なんだかと。顔がむくむんだもん。そうでしょ。やっぱ雨だと、むくむ。やっぱ雨っていうよりも、この3日間ね、僕ね、旅行に行くとね、便秘になるんですよ。ほうほう。だから余計にね、顔がむくむ、眠い、おまけに外はずっと雨。だからちょっとしたテーマパークみたいなの行って、ガチのね、あれやろうかとか思っててもだよ、雨なんだもん。なかなか外出れないですからね。そうだね。じゃあ、だからそんな時にね、やっぱり必要なもんってのはね、一番大事なのはね、放線でしょ。俺昨日言わなかったからもう諦めてたからと思って。温泉と宿でしょ。諦めてなかった。もう諦めようね、やっぱりね、我が輩ね、思った点がずっと車の中でね、ここはね、やっぱりね、温泉だと。温泉であったかくね、入りたいでしょ、今これ、今のこの子の気持ち。なんかさ、昨日はね、なんかガーッ強く言われた点がね、おとついね。おとつい、おとついだ、おとつい。ね、我が輩もね、もっとね、車中が多いから、ね、もう、時間の感覚わかんねんっていうのかな。もういい加減にね、認めましょうよ。パチンコ。いや、いいちゅうねん、だから、もう。それはいいです。さ、もうね、構成作るのも大変なんですよ、君らとやると。はっちゃんの場合は、俺が先に起きてるからさ、はっちゃん起きろ、みたいな形から始めれるんですよ。でも、君ら寝るときは人間の姿に戻るじゃん。この辺のこの辺に。いやいやいや、思いっきり助手席で丸まって寝てたのは俺は見ました。なんかうなされてましたし。それが取れない。やっぱどんどん構成変えていかなきゃいけない。でも雨だから取るとこもない。もっと大暴言話そうしたらね、群馬なんもねえよ。綺麗だなここっていうとこもねえし、猿がいるわけでもないし、野生動物なんかいませんよ。ね、ガチトラベルの醍醐味は野生動物を取ることだよ。そうですね。群馬野生動物いましたよ、確かに。猫だもん。確かに野良猫は野生動物ですよ。猫だろ。はい。だからね、もう疲れたでしょ。いや、もう疲れたっていうか、すっげえしんどい。そうでもね。だから、やっぱりここでね、もう、このね、今、この3人の中で、ね、なんかこう、縁起がいいんじゃねえかなんて、こいつにやらせたら縁起が良くて、もしかしたらね、この勝負に勝てるんじゃねえか、そしてね、こうちょっとした贅沢ができるんじゃねえかって考えた時にね、やっぱ若いでしょ、ね、そうするとイコールイコールね、イコールパチンコでしょ。いやいや違う違う、だからさ、言ってるだろ。
ここら辺の室内のテーマパークを着ろみたいなのを探せって言ってんだよ。そうですだからまずそこね、テーマパークでしょ、うん、テーマパークパチブリって。いやいや、ああちょっと笑ってましたでしょ、あ、まあまあ、間違ってないでしょ、言われてみればね。そうでしょ、オタアニメのフェスティバルと思えばね、商店でですよ。そうでしょ、だからそのパチブラがやったことないし、うん、ね、まあ、言ってみれば触ったこともないで、本当にやらないの、本当にやらない、はい、それなのになんでそんなにパチンコパチンコって言ってんの。え、だって、お金増やせばさ、いや、それだったらまだいろんな方法あるじゃないですか。いろいろありますよ、どういう競馬もあれば、だ競馬って言ったら馬はいないじゃん。宝くじもあれば、え、宝くじって言ったらもう時間かかるんじゃないか、まあ、何日も外もあれば、外ってほぼ雨降ってんじゃねえか。まあ、あとは駅あたりで立ってお兄さんって言って体を浮かんでて、それやります。いや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 、あれだろ、まあよしだろうな俺ら客引いてくるからさ、そう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 、お前震えてね、震えて、そうそう、あの電柱の陰で震えてろよ。ああ、お客さん、あの子なんだけどお客さん、これ赤い旦那ない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 、最近女の人はどうよ、いい子いんの。いや、でも女の子遊んでるね俺こんな話してんだからさじゃあちょっとお願いしようかな。いやいや、だからさ、もう女の子飽きてってるじゃあ何、いいのいいの。いや、もうちょっとね、結構華奢で、はいはいはい、結構声高くて、はいはいはい、結構仕切りうまいよ。いいじゃん、うん、あとあの心霊スポットをねちゃんと正確にポイントでやる特技がある。それ嫌だ。え、いやいやいやお客さんお客さん、何、あの仕事帰りに、うん、30分ちょんのまでいいの。いや、かまれかまれ、それで好きにしていいからね。書場は用意してくれるの。え、書場は用意してくれるの。書場さん、そこの、あそこに、あそこのさ、電柱に隠れてるのがいるだろ。なんか、なんかチラチラチラこっち見てる。はいはいはい、なんでちょっとビビってんじゃないの。大丈夫、いやいや大丈夫大丈夫大丈夫、そこのビルの隙間あたりでやってきてよじゃあ、頼むよ5000円でいいかいじゃあ、バールだね。いやいやいや、この鼻に言われたかないよなんて感じだよ。で、ヨシが登場するんですよ、こうやって振り向いたらこれですよ、これ一回に行きますよ。だだだだだだだあんな面してるけどね、俺なかなかいいテク持ってんだよ。でもオプションあんの。オプションはもう交渉次第だけれどいいじゃん、いいじゃん、何でもいいからさ、はい、3000円追加しなさいよしょうもったいねえな、なんつっていうことになるんだよ8000円ですよ、それで、ね、それパッとやったら出てくるんですよ。チャキってくんだよ、絶対やる8000円だよ、たった30分間で。その8000円で、じゃ あの悪いですけど、うん、僕だけ温泉行かせてもらって。いやいやいやおい、何言ってんだよ、君は一番最後だろ、何言ってんの頼むお前そこはよ。場合によっちゃあれだろ、伊香保温泉あたりのところでね、カランコロンカランコロン来てるおっさんがいたらね、はい、旦那赤い旦那赤い旦那、何何何、今日温泉泊まってるの。いや、まあまあね、マッサージとか呼ぶ。まああの情報かな、ちょっとね、いやいや、マッサージだけじゃ面白くないじゃん。まあまあ、温泉まで来てそんなこと面白くない。確かにね、あの場所だからね、いいのがいるんだよ。本当？一晩泊めちゃってくんだから、それだけでいいよ。それでいいよ。好き放題しちゃっていいの。それはもう交渉次第だけどもねあそこの電柱にね立ってるやつがいるだろうで、あの白いの、そうそうそう、あれ男なんだけどさ、お父さんせいが遊んでそうだから、ちょっとそういう世界もいいと思うさ。さできんの。大丈夫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 、オプション3000円だけど3000円あるかい。しょうがねえな。いいかい、なんてよ、ほんでパッと見たらよしだよ、そこで止めてもらえばいいじゃない。そうオールだよオール。いやいや、それは俺自分でうまいもん食って俺で買いますもん。なんだよ。だんだん赤いちゃんだ。赤いちゃんだ。今日一人泊まってるの。まあね、今日ちょっと仕事のね、関係でちょっとこっち来てるんで。これから晩ご飯だろ。ああ、これからよ、行こうかな。その晩ご飯代だけ出してよ。お、え、なんで。晩ご飯出したら朝まで好きにやってるみたいなさ、あそこの電柱に隠れてるやつがいたの。だから男だし。いやいや、そういう禁断の世界もね、うん、そんな立派な話してんだから、もう女なんて飽きてるでしょうよ。まあまあまあ、なんつうの、こう締まりがいいのはなかなかいないからね。そこは大丈夫だよ、5000円出しなさいよいいの、でもまだ出せるよ俺は。あ、そうかい、じゃあね、いろんなオプションもうつけても、もう全部オプションつけちゃうから、うん、あと6000円出しなさい。ねえ、ローションつけてくれる？それはもう好きにすればいいか。じゃあしょうがねえな。
な。これでこれでこれが出てくるんだよ。ただで食えるよ、うん、ただで飯も食えて、うん、俺らは今の段階で1万1000円儲かったからね。そう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 。そのお金をね我が輩につぎ込みパチンコで。いやいやいや、もう使わなくていいじゃないですか。その1万1000円で何とかしましょうよ。そう、俺らが飯食ってる横でモジモジしながらヨシがご飯食ってますよ。よしよし、これ体を動かしてこれからな。気持ちもね、心もパタリロの世界だね。もうあれですよ、ドラム叩けなくなっちゃう。ねえ、もうね、もうね、そうやってね、体ドラムだってさ、体張る仕事じゃないですか。ドラムはいくらでも体張るそう、ドラムはいくらでも体張るんだろ。じゃあ張れ、でもそれ張れよお前。いやいや、それが谷町になるかもしれないじゃない。そう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 。おばさん、おばさん、おばさん、何何何何何何なのよ。おばさん結構お金持ってそうじゃない。もうあのそこそこ持ってきてるね。そろそろ若いのもいろいろ遊ばなきゃいけないじゃない。はいはい。何、いい子いるの。遊ぶの天中にちょっと白いじゃん、白すぎなんじゃないの。もじもじしてるでしょ。可愛いわね。 あれまたね、やったことない。まだ初めて、初物。チェリモノ、チェリモノ。おばさんさ、あれ、あのもじもじしてるやつさ、ドラム叩いてんだよ。あ、じゃあパワフルなんじゃないの。そうそう、あっちもこっちもドラムのスティック買ってやってくんねえかな。いや、いいわよ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 、スティックは安すぎる。いや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 、スティックはうるせえな、お前、そこはな、そこはな、お前、文句言っちゃいかんって言うのよ。まあ、任しとけ、任しとけ。よし、俺が交渉してんだから、悪いよ。何何何、スティック買ってほしいんだよ。まあいいわよ、もういくらでも買ってもらえば。うん、で気に入ったらさ、うん、あのあれ買ってほしいんだよ。でそのスティックは何、あのわ私にも使、うん、使ってくれるの。もういい、もうどこならどこでも入れればいいさ。穴はいっぱいあるからね。構わない構わない構わない。でさ、ちょっとおばさん頼みがあるんだけどさ、何何何、あの何でも言って。滑るんだよ、スティックが滑る。いい、いい響きじゃない。手袋買ってやってくれるかな。手袋、ああいいね。いいわよ、いいわよ。まだ体張るにゃん。なんでせめてドラムセットぐらい買ってくれ。バカバカ、お前スティック飛んだらどうすんだよ。そうだお前、さあ何本何本か出してくれて。あ、おばさん、何何何何何、スティック一本だ飛んじゃうんだよ。飛ぶ飛ぶって言わね。いいでしょ。だから何本も買ってほしいんだよ。ああもう任しといて。だからあと3本買ってくれ。3本まあいいでしょうね。いいでしょうね。あれもう好きにしていいから。ね、華奢な感じでね。よしよし、顔白いしね、うん、交渉成立だ。よし、そうだったな。よかったよかった。ちょっとちょっと、さっきあの決定1000円上がったんですよ。えスティック3本、賞味3000円ですよ。なんで下がってるんです。いや、ドラマーだって言うから体張ればなら。ドラマーあれって言うから。だからドラマーの命であるスティックが。あんたらお前、一本でお前シングルの方がええ。それ使え、それ使え。激しく吐き違えてる。いやいやいや、まあそんな感じで。おかしいだろ、ガチトラなのに。だからガチトラらしく、だからガチトラらしくとか宿泊まりましょうよ。宿泊まってね。いやだからガチトラらしいのが宿泊まらないんですよ。そうそう、泊まらないんだ。立ち上がってでもそこの観光名所とかね、そういうところを見せつつね。観光名所イコールあのね、そういう旅館じゃないですか。いや俺的にはね、旅館まで移せるようになったらいいなとは思ってます。はいはい、楽だもん。楽イコール旅館じゃないですか。もちろんそうそうそうね、その間違いはないな。そうね、それね、それをするためには旅館イコールパチンコなんですよ。パチンコイコール抹茶天狗なんです。だからその根拠はどっから出てきてるのか。じゃあそれはまだ任せるんなら僕はパンダムに任せた。で俺は任せられた時にやめようっていう。そうそうそう、僕で終わりです。でね、いろいろあるわけじゃないですか、パチンコって。そのよくわからないけども、でもあれでしょ、運良ければさ、1000円とかで勝てるんでしょ。あ、そういう時もありますね。じゃあ勝てるよ。運が悪かったら10万あっても勝てない。勝てない。10万あっても勝てなくても、だからそこはね、運のタイミングって言葉があるの。運のタイミングっていうのがそれかけるわ。そうだろお前。あの1日前も言ったんですけど、これが東京ならまだいいですよ。群馬で知らないんだ。群馬だからこそやるてんぐよ。群馬で勝ってみせるてんぐよ。3日間ねずっと走ってきてたんです。確かにですね、よし君、うん、あの三京さんってあるじゃないですか、はい、あれ工場は群馬ですからね。おお、ほら、うん、ほらもうその生産地でやるてんぐよ。生産地だから出してくれるって限らない。そりゃそうだね。
しかもですよ、こう3日間ガチトラブルこう走ってきてる中で、うん、ほとんどパチンコ屋見ないわけ。そう、本当だ。そうなんだ。うん、本当だ。じゃあここで現れたパチンコ屋に入りましょう。ね、ここで入っ絶対錆びれたところ。次見つけたパチンコ屋をこれ逃したらね、これはね、あのチャンス後期へオポチュニティ、英語で言うとオポチュニティ、まあね、オポチュニティ、はい、これね、好機を逃すわけですよ。それをね、誰にかけるってね、ね、我が輩、顔が赤い点が赤っていうのね、これね、もう真っ赤にもいる赤ですよね。あの、それにかけてみないかと、ね、バーニングですよ、バーニングベストですよ。あの、全く出なくてイライラしてるし、顔ばっかり。ああ、そうですね。その人の方が多い。そうです、その人の方が多い。でもね、それはね、もう、それは闘魂の炎の印なんですよ、ね、いやだからな、戦うんだったらさ幽霊と戦いなさいよ。幽霊と戦う、幽霊と戦うには、いや幽霊と戦ってるじゃん、幽霊ですよ。どんな聞き間違いしてるんですか。我々は決して温泉を入れたことここに来てるんですね。湯気って言われた時にあれってなんかおかしいこと言ってるなって。湯気ってなんだよとか言うのが正しい返しだと思うよ。湯気と戦いって、いや戦わないでしょ、湯気とは深めないでしょ。まあまあそうですね、あのあれですよ、ちょっと我が輩はあのいや分かった、我が輩考えましたね。そこまで言うなら監督殿と吉田殿ね、そこまでね我が輩をね信用しないならならばね、がしかしね、我が輩もね、これ男天狗、メスいるんですか。メス天狗ってどんな感じなの。メス天狗は、うん、あのこっから真ん中割れてるんです。あ、そうなんだ。そうなんです、ここちょっと割れて、ここ真ん中ここ割れて。あ、そうなんですか。そうですよ。おー、やっぱ赤いんですか。だから、ね、納得でしょ。そうそう、これあなるほどね、あなるほどね、鼻で感じる。そうそうですね、鼻で、だから敏感なんですよ。なるほど。そうだよ。でもよさこいの時に結構子供にバーンやられてる。うっせーな、だからだから敏感だろ。敏感誰も知らないよ。これが皆さん、これが三日目のテンションです。敏感。にゃん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 。知ってます。知ってますか。そのメロディーを知ってますよ。いやメロディー知ってます。メロディーは知ってます。でも何でやってたかは分からない。分からないです。そこの部分好き、結構正直に答えるから。あとそれですぐ乗れるっていうのがすごいなって知らないのに。必ずちゃんとやりますもんね。あの乗ったまま乗った、いや大したもんだと思いますよ。撲殺天使ドクロちゃんに出てくた、はい、敏感サラリーマンという。それそのね、ドクロちゃん知ってる、なんかボッコボコボッコボコにしてるでしょ。撲殺天使すっごい構えてるんけどな。あれ知ってますか。なんでも知ってたらなんでも食べればどうエキスエクルポッカボルグーって全然わかんない。ピピルピルピルピピピルピルピルピピルピー。名作ですよ。ダメだよドクロちゃん、急にコンボで殴ってこれ頭を潰したら死んじゃうだろって言った。そういうアニメ。本当に撲殺するで。いやーって言った瞬間にあのコンボで顔面を叩き潰す。だからドクロちゃん言ってるじゃないか、急にトゲのバットで殴ったら死んじゃうって言ってるだろ。アホなんです。もうすごいですね。すごいアホアニメ。アホや、もう大好きなんですよ。腹抱えて笑ってみて。大食いですね。だからじゃあそれをね DVD で借り、ね、どこからそれ借りてきて、うん、旅館で見ましょう。
いや、旅館で見て我が輩に言ってたでしょ。全く話をそらせた。そら、やっとそらせたのに。やっとそらせた。うん。いやね。知らなかったのがいけなかったな。うん。いや、だって、じゃあもうね、分かった分かった。我が輩ね。じゃあ、水に切ります。ねえ、我が輩が。で、水に切りますよ。ね、どう自腹って、自腹って。さんが水に切って旅館に泊めさせてくれるってこと？じゃねえよ。我が輩のね、その銭でね、上輩が立ち食ってる。ほほほほほ、アホですな。それでね、勝ったら文句ないでしょ。あなたタバコとかどうするんですか、それ負けたら。いや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 、いらないです。負けたらあと3日目と4日目のタバコ代とかどうするんですか。うちだった。僕ら出しませんよ。出しません。僕も貸しません。その貸せる余裕ないですか。俺もないもん。これなくなったらどうしようかなっていう状況です。僕 も自分のタバコを自分で吸うんだから。俺らが吸ってるところを見て、ちょっとお願いがあるんですが、天狗ってあーって言われるよ。もう最初からくださいって言われるのが分かっているから、もう最初から攻撃的ですよ。え、じゃあみたいな。でもでもここで勝負をしないとね、これはもう本当にね、いても立ってもいられないというかね、こうなんていうんですかね、我が輩もやっぱりこの気持ちが収まらないし、やっぱりね、ここでね、一丁ね、我が輩でいいの、名誉挽回じゃないけどね。どれぐらいのホームラン級のバカか言ってあげましょうかね。クライマックスシリーズで延長で、ここで引き分けたらオリックスが勝つと、はいはい、空気読めよと、はいはい、周りは全部オリックスファンだ、はいはい、ね、それなのに10回の表にバックスクリーンに叩き込んだ日本ハムの中田並みにのホームラン級のバカですよ。空気も読めない。誰も喜んでいない。だそこでのね、このヒーローというものにね、和解はなってみせようかななんつって俺らに対して。はい、そうそうそう。そうしたらだってもう我が輩エバるからね。もうそん時の和解を知らないよ。まあまあそれはね、そうでしょ、そうでしょ、ね、うん、だからじゃあいいじゃん、ほらもう30分ください。30分和解、30分でいけるもんですか。もうだから30分でほらこれで当たるか当たらないかって大体分かるでしょ。それで当たったらだからまあちょっとね、ほらストップっていうまでやらせてください。稼ぐでしょ、どって多い方がいい。いや、まあまあそうでしょ。だからもうやめ、もうダメじゃんってんだったら、もうほんとそこでストップしてもらってもいいし。今さ、稼ぐもやったことないでしょ。ないよ。勝ったらまあずっとできるわけです。うん、負けるときは一瞬ですか。いや、それは分かるよ。だからね、さっきからこういうふうにさ、何日も前からこまね言われてるわけじゃないですか。でね、がしかしね、もうだってこの雨でさ、ね、どれぐらいのバカがサッカーに例えて言ったんでしょうか。で、ブラジルには勝てると思って いけるぞ日本とか言いつつ、ネイマールに4発食らったぐらいの。バカですよ。わかります、言ってることは。わかりますよ。同じ人間、いろんな人に4発食らうならまだしも、一人に4発食らって。確かにね。そのネイマールが言いましたね。うん。なんであんなにカッコつけてんの日本はっていう。というコメントを食らうぐらいのバカですよ。だけどもそれがいい試合だったらみんなおーって拍手で、4対0でいい試合なわけないでしょ。全然全勝してない。いいから我が輩がお金を出すからね、まあ、それは見える。そうでしょ、我が輩がお金を出すからちょっとやらせてみてくださいよ。30分でいいから、それで見極めてください。文句ない、まあ、文句ないでしょ。だとりあえず我が輩はパチンコをやりたいって言ってるんだよ。ガストロから帰ったら好きなだけやればいいじゃない。そうじゃない、そうじゃない、吉祥寺のバチンコ屋さんで。そうですね。その方が全然儲かります。ベルファンで、ベルファンで、吉祥寺のバチンコベルファンで。いや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 、そうじゃないって言っちゃうじゃん。このガストロをもっと盛り上げるために、そしてね、ちょっとでもこうやね、監督殿と吉殿もちゃんとゆっくり休めるように我が輩やるから、文句ないでしょ。いや、まあ多分、まあ
パチコン屋さん見つけてね、はい、入りますよ、はい、じゃあ行ってくる天狗よってね、うん、まああのそのままの仮面だったら確実に捕まりますからねだから我が輩何にでも変化できるから、まあ、そこは人間になりますよ、ね、人間になってね、うんうん、行きますよ、はいはいはい、おそらくね、うん、次のシーンではね、うん、あなたが、ひとまずあのタバコ一本くれましたタバコって言った瞬間に2人ともシャまあねそれがないようにねないっていうかそれ、うん、それだっつうのもう一回言ってあげようかコーヒー、ね、君は本当プロレス以外はいつもあーんってなるけれどもがどれぐらいのバカがっていうとね、うん、西郡君がねね、うん、結構相手すごいのに日本人がこれは優勝だと、はいはい、西郡は過去ね何年か前にそいつに勝ってる何年か前にですからね、はい、勝ってる優勝だうわーって言ってストレートで負けするぐらいバカですからねわずか数十分で終わったっていう接戦もなかったっていうがしかしね疲労がーとか言っておいおい向こうもそうだよって言ってヒーローっていうのはなぜヒーローになれるか分かりますか？何ですか？これヒーローはね、うん、ヒーローを勉強し正義のオタクのねこの何ですかこのその正義のことしか考えてないバカなんですよ、はい、そのバカがね、うん、この人々はそれに託し、はい、ね、うん、平和をかけてるわけですよ自分らの平和をかけてるわけじゃないですか。なるほど、まあ見つけたら入ってあげてもいいですけど、はいはい、あなたの言うそのヒーロー、はい、バカなヒーロー、はい、その店内に100人単位でいますよでそのヒーローはほとんどの人が虐殺状態ですからねその撲滅ですか撲滅100人のヒーローのほとんどが私と並んでる時は、うん、よし今日は爆笑だなって思ってる、うん、なるほどね我が輩はそれ以上いくからそれ以上の思いでいくからそのヒーローのどれだけのヒーローが夜帰るときに肩がうなだれてることも天ちゃん天ちゃん、はい、雨でね番組作りにくいだろうからと言ってね、はい、体を張ってなんとかしようとしてくれてる気持ちはありがたい違うもう本当にね我が輩ねパッと勝ってくれた本当にそれは負けてほしいよねだから言ったろうって言った時に申し訳なかったテイクみたいなね形で10分は持つからそこでね佐々木健介ばいいねうんボカボカしたって言っとけばボカしたーっ、うん、みんなに申し訳ないことしたそうかけやろーかけやろ強かったーはっちゃんでも10分それで持ったから負けたとねそれはありがたい話だよ負けてるしほんで見てる人もね、はい、じゃあまあ見ろとか思いながらゲラゲラ笑ってるんですよなるほどあいやしかしね我が輩ね今日はいけると思うんだよななんかねなんかねなんだろうなこう心霊スポットに行く時のその妖怪アンテナね、はい、と、今の我が輩のなんて言ったろうなこの妖怪アンテナまあ今ちょっとスイッチが違いますけどもピピピーンとねこのねビビビーンとバイ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 って言ってるのチュルルルルドーンっつって朝一並んでる人たちはみんなそういう感じそういう気持ちでそうそうそう2時間には本当にホームランキューブのパーカーって言われてる帰る頃になんで俺今日あの台座座ったのかなそうなんであの台を座ったってその何違いますなんであの店に入っちゃったんだろうという根本的なもんですそうであれがあればグアムにも行けたんじゃないかなっていうぐらい簡単に負けますからあの店に行かなければっていうかいやパチンコそのものに行かなければってでもねでここね見渡す限りねなんかこうここから大逆転をできるような、うん、ねことがないかなって考えた時にね別にトランプやってそれでババ抜きに勝ったからそのお金が増えるとかねそれでいいとこ泊まれるとか。ね、ちょっとでもね監督殿と吉殿をねこう休めさせることができるとかそういうのをね考えられないがしかしね、うん、これ考えられるのはね、うん、やっぱりパチンコでかないやいや違う違う違うなもう一回言うぞ
どこまでも巻き戻す。キル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 って言って、あのな、もう何回でも言ってあげますよ本当に。あのね、現状は維持できるんです、このまま3人で頑張ろう。辛いね、そうだね、頑張るでんくよとか言うの、うん、いいですか、はい、あなたがこの後負けたらね、うん、タバチャーって言われるんだよ。だから3人の中のあの結束感はもうなくなるわけですよ。いや2対1だろ、うん、いやだからそれはほら、ね、ガチの、ね、お金からじゃなくて我が輩が来るわ、お金自分のほら自腹切るわ。だからキル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 、何赤い赤いおじさん、あそこのさ、あそこのあそこのあそこの電池が、いやいやいや、もうちょっと早くしょ。よく分かったな今のね。俺が何やるか。それは分かりませんよ。いや今だから、ね、俺今感心した。俺が最初にね、あそこにね、あの電信柱にさって言ったら塗るかなと思ったら、この時点でも君から言ったもんな。いくらこれ。あれやられたら俺もね、タバコの1本ぐらいあげてもいいかなって今思いましたよ。じゃあ次はタバコはいいので立ち食らしてください。あ、じゃあこっから先はもう禁煙だね。俺は君の前でタバコ吸うぞ、食後の一服。いやー、この一服があるから生きてんだよねとか言うよ。夜の現場終わったらもうまずは一服だよみたいな。いいですよ、いいですよ、それでもいいので、ね、ちょっとだから、じゃあ30分でも、じゃあ20分で判断してください。いや、別に30分でもいいですよ。だって俺、どっちにしろ俺もよしも、どっかで昼寝しとかないと、夜持たないからね。じゃあ行こう。じゃあ行こうかな。まあ、じゃあ、8個があったらいい。あったらですよ、ないんだもん。もうお前あれだ、 iPhone でさ、パチンコ探せよ。それは何てんのか、なんでお前が自分でやんだよ。僕は別にそれにかけてない。かけてないしね、全くもってかけてない。できることならね、やめてほしいっていう、できることなら現状維持でいい。この年下の一番下の後輩ですよ、要はが止めようと思ってるんじゃないですか。いやでもね、これ今負けることばっかり考えてるでしょ。ね、やる前から負けることを考えると、バカー！でもなんか30分って言ってますけど、僕らもう5分で出てくると思うから。その勢いだと思いますよ。だからもう一回本当に言ってあげようか。巻き戻すかい？はい、赤いおじさん、あそこに白いのがいるだろ。いいよ、あれ巻き戻す。今それやりたかったダメだ俺ら。面白いの見つけたら何回も運動大好き。本当にもうダメだ。タグ運動ですね。 GTG 面白いじゃん。もう一回やっちゃいそうだけど。いや俺はいいの拾った。いいの拾ったわ本当に。もうこのね、泣いてるのはね、嬉し涙だね。あざす。だってさ、笑って涙出てくるなんてここ数年ないんだけど、君たちやってるとその数年ないのが何回もあるんだもん。あざすてくる。バカだなこいつって言ってね。いやまあそんな感じなんですけどもね。いやだから、結論言いましょう。じゃあ我が輩が自分のお金でパチンコやりますね。まあ大体ね、あの監督殿や吉野殿はね、パチンコの経験があるから、まあそうだな、初めて5分で分かるでしょう。がしかし初めて5分で分かるじゃん。初めて5分で出てきます。いやそうかもしれない。だからそうかもしれないけど、とりあえずいいじゃん、我が輩がね、どんどん1000円突っ込んで、あもういいからいいから、ちょっとつってこうどんどん突っ込んでいって。行かないですよ、休まない。そうそう、今寝たいもんね。駐車場で寝てますか。あ、じゃあだからいい、寝てていいよ、駐車場で寝てていい。もちろんですよ。我が輩一人で行ってくる。じゃあ我が輩、じゃあ行く、うん、あ、俺も行くわ。じゃあ僕、うん、どうぞ。あれ数店舗くらい遅いよ。じゃあ我が輩行くよ。俺も行く。どうぞ。ワンテンポ遅いから。じゃあ我が輩が行く。俺も行きます。どうぞ。そこがワンテンポ遅い。
ことでしょ。巻き戻す？巻き戻したい。はい、ガチトラベル、今回は群馬編、初日でございます。はい、今回はですね、はい、ディクシーズの2人と、はいはいね、これからガチトラベル頑張っていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。今回第1話はですね、はい、止めろお前巻き戻しされすぎてんやろ。何がだお前、ある程度行くとこまで行かしてみようかな。一夜まで行くとあんまり面白くなかったね。だからいいんすよ、いいんすよ。じゃあ早回しするんですよ。早回し、早回し。だってもうだってここで外したら俺負けだな。そうだね、ダメ、大事にしとこう。やめ、早送りした時は何やればいいんだ俺早送りだろ。確かに確かに、だろ。何が面白いんだ。早出し早出し。うん。まあとにかく天才的ですね私たちは。そうですよ。アマチュアだからね俺らは。若いたちね、こう言ってもそうだぞ。それなのにね、ニコ生仮装とかだからね。はい。すごいレベルの高いトークやってんだよ俺たちは。そうなんですよ。そこでも50人とかね、そんなんじゃないですか。はい。でもなんかトーク、この人のトークって面白いかっていうのが2000人とか3000人来るわけでしょ。僕たちは、あのミュージシャンだからね。俺は監督だからね。そう。してお笑い芸人って何ですか。お笑い芸人って言うなよ。俺笑わそうと思ってなんか一個もやってないよ。まあ、でも見て皆さんに、ね、楽しんでいただけたらそれだけだね。 それだけだね。みんなが楽しんでもらえるんだったらダンス60分見せてもいいよね、うんうん、もう本当でございますよ。なんだっけ、今流行りのダンスって、今流行りのダンス、イエスイエス、絶対違う絶対違うあれ悔しくて見てきたね。なんだかったんです、さすが悔しくて見てきたね。あの妖怪ウォッチの、あ、はいはいはい、あの体操、体操ですね、体操、はいはいはい、妖怪体操ですよ、はいはい、みんな喜んでもらうんだったらこの3人踊りますよ、妖怪体操。本当ですよ。ああ、いや、あるよ。勝負しようじゃないか、負けたやつが妖怪体操だ、はい、60分エンドレス。あれ、勝負エンドレス3、4分ですよ。勝負3、4分ですよ。いや、そう、じゃあ20回だね。そう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 いうことですね。幼稚園の前で踊りなさいよ。それで集まってきてくれるんならいいですけど、うん、まあ4回ぐらいまでは喜んでくれますけど、5回ぐらいは蹴られるでしょうね。やつ、うん、らは暴力を振るからね。逃げな、画面から逃げて笑い出さんなよ。はい、まあそんな感じでね、そんな感じでですよ、だからほら我が輩に任せてもいいんですよ。ちょっとねここでちょっとそのねここで待っててくもらえればいいから、その5分間をじゃあかけてみてください。5分でいいですよ。わかりました。で5分行ってか、あれ帰ってこねえなと、うん、あれれと、はい、様子が変だなと。そしたら何か入ってきてくるじゃん。これもしかすると捕まってる可能性だったんじゃないですか。もしくはもしくは僕の想像ですよ、やり方わからなくて、あ、呆然と立ってる君が見えるんだけど。僕は思うのがですよ、台座るじゃないですか。おで、あの1000円突っ込んだら、あの隣の台から下の方がチギチギチギ、そういう可能性あるね。まあまあまあ、いろんな可能性はあるてんが、でもいろんな可能性がある中でね、我が輩が勝つ可能性もあるんで。ないって今マジで言ったよ2人。もううるせえと思ってるだからフレームから外れて笑うなっつってたよ。皆さん、あの、何ズルズルって言ってますけど、資金いくらある？1万。まあ、そこそこでしょ。まあまあまあ、まあ5分は持つでしょ。まあ5分はね、いい5分あれば自分だ。5分ありゃ俺だったら多分2、まあ1回ぐらい赤い字が出てくるわーって思って、うん、ああ、いいよいいよいいよ。じゃあですね、はいはい、次、はい、ここでね、はいはい、動くときはパチンコ屋さんの駐車場の、ね、そうでございますよ。もう俺は止めないよ。そうでしょ。俺らにシャーって言われればいいですよ。シャーもうね、
シャーって言うわ、言わんかな。あのね、子供っていうのはね、熱いやかんを触らないと触るんですよ。でも一回触って熱いって覚えたらもう二度と触らないんですよ。そういう経験してたんで。そう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 。1万円でね、それが覚えられたらいい話ですよ。いい勉強、勉強力。そう。初体験で気持ちよかったら狂っちゃうじゃん。そうですね。まあそうですね。ね。なんかなって。だから僕はね、風俗にね、はい、はまらなかったのはそういうことなんですよ。なるほど。ね。初めて来たのがドラえもんみたいな人だったんですよ。僕ドラえもん、うん、はいはい、もう体型がね、青く塗ったらもうこれどう考えたってドラちゃんだと、はいはい、うん、まあ、赤く塗ったら郵便ポストじゃないかという人が来てお話だけで帰ってきたんですよ。、はい、ね、だから僕は風俗にあれなんですよ、はいはい、なんで僕は AV 監督にならなかったか、はいはい、最初にね、あの頑張りますって言って来た女優さんが、はいはい、あんた監督、はい、私は歯ないんだよね、死んだって言われて最悪やもん、はいってなった時に俺はここにいちゃいけないなって、俺はこんなことをしにこの業界に入ったんじゃないなって言って止まったんでね、それはもう大正解ですね。痛い目に遭ってくれればいいですよ。まあまあそんなことも考えられるんですけども、うん、まあ、だからまああれですよ。そうですよ、現場でいきなり青い空のね、監督、初監督が青い空とかね、はい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 、あそこに及川直とかね、はい、なんだったら狂っちゃいますよ。ね、そう、やっぱり監督、私は線なんて歯がないんだよねって言われたら、だからそこのところうまくやってとか言われたら、あーってなるから、わかった、わかりましたよ。だから絶対青い空を掴んでくんじゃねえぞ。わかりました、ね、わかりましたよ。ドラえもん掴んでこいよ。ドラえもん掴んでこいよ。わかりました。あとは、あとすんなよ。っていうのを掴んでこいよ。わかりましたよ。やりますよ。君の人生が狂うんだから。そう、やらなきゃわからないしね、もうやりますよ。うん、わかった。やりますよ。じゃあ次ですね、はい、皆さんにお会いするのは、はい、パチンコ屋の駐車場です。押し切られちゃった。よし、やっと。群馬ってパチンコ屋ねえのな。やっと先生、戦場が見つかりましたよ。これね、雨のこの力が試させられる、うん、時が来ましたな。時が来た。時が来た。ちょっと待ってください。カメラを持ちながら、ちょっと駐車場を探しとるんですけども、立体駐車場の店ですから、結構あれじゃないですか。大きいところなんで。じゃあじゃんじゃんバリバリ行くな。そうですな。何？出ないから早く。覚えといて、2階だから立体駐車場の。なんでね、僕ら立体駐車場に行くかというと、外だとね、明るいだろう。そうですね。寝れないだろう。立体駐車場だったらちょっともう持っててくれる。ちょうどいい具合の日中でも、クラス。そうですね。そうだね。はい。はい、天狗。ね、我が輩。まあ、ずっと当てて、はい、で、さらにね、監督殿と、ね、はい、吉野のテンションをマックスすると。もう雨で暗いから早く行ってくださいよ、もう。はい、雨なのに真っ暗だよ。これ、今まだ昼なのにこんな暗いんだよ。まあ雨ですからね。10分ぐらい粘ってくださいね。まあ5分とかで帰られるとあんまり寝れないんで、うん、当たったらずっと寝てる。早く行きなさいよ。やり方は店員さんに聞いてください。分かりました、天狗。俺ら寝るから。それ持ってるかな。昼間なのに雨で真っ暗でございます。そうです。俺らは寝る。寝ます。
かい。まあ、メガネしてるの忘れた。君何分ぐらいこの1分52秒回ってんのか。今回したんだろう。そうですね。そのまんまなのもしかして。今今帰ってくる。怖かったろ。とんでもない。はい。恐ろしいところですって言っただろう。だからだから言っただろう。バカだよ。1時間でね。そう。マジで？マジっすか？え？これあれ元も元の何が？何がこの加藤組が、え、何が、そうだ、元の1万円抜かしてこれ、どうでもよ、え、4万勝ちってこと、違う違う、だから、え、いくらで、いくらぐらいで来たの、わかんねえ、3000円ぐらい、3000円ぐらい、これ2万だらせ、買ったの、すげえ、うわー、すげえ、恐ろしいところ天狗だ。完全にビギナーズラックです。何やったの？何やったの？北斗。ガロ。なんだっけな。1時間ででも2万7000でしょ。だから2万7000ってことは5000発、6000発、7000発。ああ全然ありえるよ。3000円だろ。うん、全然あり得る。いい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 。何やったの？何やったの？それで行くと、ガロじゃ1時間じゃ無理だな。え、ルパンやったの？でん。え、言えよ。開いててポンと座ったの？そうそうそう。なんかね、2つ開いてるとこ合っててんな。で、我が輩どっちかっていうと、ね、利き手がね、右じゃん。だから、まあ自然とハートの右の方ね。でこうね、始めたっていうのかな。どうします、これ完全ドツボにハマるかな。青い空って感じだった。でん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 。うわー、ちょっと羨ましい瞬間。展開的にムカつくな。だから負けた方が絵になるっつったじゃねえよ。ちらつかすなって。さて、加藤な二人どもよ。どこに行きたい、どこに行きたい。温泉行くぞ。置いといた方がいいって。多分それで美味しいもん食べた方がいい。食べた、本当に美味しいもん食った方がいいって。焼肉とか。よし、バーだ。ね、よし、分かったから。ほんで、ちょっと残しといた方がいいって。そしたら。やだ、行くぞ。絶対ね、天狗さんね、これね、もうね、美味しい思いしちゃったから、東京帰ってから、絶対また行っちゃいますよ。吉祥寺のパチンコ行っちゃうよ。ね、いやいや、待て、ね。ね、こういうことを決めるのは、権利は誰が持ってる天狗か。少なくとも天狗さんでしょうね。ですよね。え、俺らの出してくれるんですか。そういうことじゃないんですか。イニシアブを、権力を握るためだったらお金もばらまくのも辞さないって感じですね。まあそうか、そうか、そうかな。ね、これから先は我が輩マッチョ天狗マンがね、どこに泊まるかね、決めさせてもらうと。それは大丈夫なんですね。何が、せっかく撮った。あ、よし、よし。お前ちょっと、お前、態度でけえぞ。いや、態度でかいっすよね。うん、態度でけえぞ、お前。もしかして、イカホもう一回戻れっていう話ですか。
もうね、この近辺ビジネスホテルでいいんじゃないですか。ここ高崎ですよ。ダメだねイカホルイイカホ行って今日またね、どこだっけ、どこですか、いや、わかんないけど、また行かなきゃいけない。一か歩遠いんだって、今日行くところとあれ足したら。あれ結構遠いですよ。また1時間半ぐらいかかるんだって、一か歩戻るのに。田川監督？はい。田川寛太監督？なんでフルレームなんですね。そして、林田良樹。本名じゃないですか、ね。それ本名ですね。まあいいですけど。あなたたち二人の宿を、はい、魔女天狗マンが、提供する。魔女天狗マンの、滑らない。悲しい。悲しい。ねえ。それでやった。そうだった。じゃあ、うるせえ、この野郎。いや、魔女天狗さん、うん、こいつ後で締めておきます。おぉ、頼みますよ。ということでございますね。はい。本当に勝ったよ。マッチョ天狗マン。パチンコに、27,000 円勝ちましたー。あらす、あらす。次のシーンは、またイカホだよ。ザマーイパシーザマーほんとね、ビジネスこの辺で探して、美味しいもん食べる。それの方が絶対いいと思うよ。いいと思うんですよ。行きました。はい。宿天狗。はい。宿探しでございます。なんかもう、温泉ですから。はい。温泉入ろう。そうですね。で、こう、でっかいとこ。はい。はい。でかいとこで。そうですね。もうね、あの、入りますよ。ピピってくるから。あ、本当ですか。ここだーって言ったらもう。はい。ここなんてどうですか。あ、ダメダメ。いや、結構大きくていい。結構大きいですよ。ダメそんなの。ダメです。なんだなんだ。何を基準にダメなんだ。素人か。素人か。素人さんか。ダメダメそんなの。違う違う。あれ違うんですか。違う。ちょっと名前出せませんけどね。違う。いや、ここもしかすると、イカホじゃトップクラスにでかいじゃないですか。そうですよ。ねえ、もう。大丈夫？ちゃんとよく見て。違う。違う天狗。ビビってくるから我が輩に任せてくださいもっとね、もっと良さげでしたよね。これ良さげいいからいいから我が輩に任せてくれ。だってもう泊まるところがもうわんさかあるんだから。そうでしょ。ただ問題は豪雨になってきた。早いとこ宿決めないと、うん、そう、まあ、焦んなくていいからね。そうだろ。まあまあでもね、結構ねいい時間なので。結構ね時間とかそうなんかさ、そんなんな、そんな頭の中でそんな決めつけたらね。そんなこう気楽にさね、こうやって楽しみないといけないからな。そうですね。なんせ言うてもな、まあロケとかね、そういうのはもう過酷天狗よ。その分でその、はい、ね、言葉でもあります。ここですか。ここ天狗ベベーってきたから。ここベベーってきたよ。これこれここ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 見て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 。どう確かに結構面構えは素晴らしいでしょでしょでしょ。いや、じゃあよし行ってきてくれ。ここでいいですね。ここでいいことですよ。これ大丈夫だから。はい、お願いします。ちょっと待って、はい、もうね、やっぱ用意しておいてもいいよ。ね、荷物とか結構あるんで。気合いもありますね。いや、でも本当にね、こうなると俺は夢にも思わず。でしょ、素晴らしい、素晴らしい。でも今日は言うこと聞きます。でしょ、もう俺のことは敬語使わなくてもいいですよ。監督殿じゃないですよ。おい監督ですよ。おい監督。頑張れよお前もって言っていいですよ。頑張れよお前も。すげえ浮かれてる。素で浮かれてる。
いやー優雅ですね。最高天狗。自分の力で己の力で引き寄せた安らぎ。すごいですね。皆さんガチトラベル始まりました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあね、はい、第3夜でございますから、はい、頑張っていく天狗よ。頑張っていく天狗よ。やるぞおい。あのね、あれあれ。今日行くとこ紹介しなさいよ。僕とかですね、とりあえずこの、県道18号沿いをまっすぐ行ってください。はい、わかりました。大丈夫です。今日行くところはですね、はい、旧読み方間違ってるかもしれない。旧熊野平という廃駅でございます。ほう、廃駅、はい、もう今は使われてない駅でございます。またそんな本当にそれ打ったね、ちゃんと。それで18号沿いをまっすぐ。はい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 。おうおう。ここはですね、まあ、駅を作る時の駅の、まあ、工事されてた方の、事故死された方たちの霊が出ると。はいはい。言われてるところです。廃駅なんで、まあ結構構内。ちょっと待ってくれ。はい、今嫌なこと聞いたよ。廃駅っていうことは、はい、誰も今いないってことだね。誰も今いない。え、電車走ってないの？電車走ってない。真っ暗なの？真っ暗です。マジ電話。もうねほらね、だいたいほらもうで行くとこだいたい分かってね、急に聞かされると。まあ、この地図の中見るとまあまあ山の中。もうちょっとですよ。もうちょっとで着く天狗か？そろそろ現場付近だよ。うん。もうすぐ現場付近に着くそうです。いやね、みんなこう行けるようで行けないようなところに行くんですよ。入るところっていうのは結構分かりやすい。入るところが本当にあのストリートビューアーでも行けなかった、見れなかったところなので、うん、現場に行って確認するかっていうぐらい、もうこの右手側ですね、こう山のところなんです。ね、こうやって現場に近づいてくるとこう緊張感がね増すんですよ。今こちょうどこれなんて18文字が出てるところが辺が本当ちょうど現場で、さっきまですごい騒いでたのにこうやってね急に空気が変わるんです。やべえ、これがガチトラベル。この辺ぐらい右側なんですよ。右側、右側を注意してればいい感じかな。暗い。ちょっと見て。ホラー映画でね。ちょっと明るくね。暗い森ってあったでしょ。知ってますか。ホラーファンは暗い森。あれはエグかったですね。我が輩は好きではありません。入るそうなところはこれぐらいしかなかったかな。ちょ我が部屋置いていかないでください。今いろいろどんなところなのかちょっと検証中でございます。ねえ、さっきまで騒いだに何やってんだ、そのテンションはもっと上げろ、テンション上げていけと思う方はたくさんおると思いますけれども、これだけ言っておきますね。ちょっとここからもう無理、テンション上げてもう無理。いやでも上げてけ、上げます。天狗、それがマッチョ天狗までございます。頑張ります天狗よ。無理の時は無理って言います。駅がね、無理です。もうGoogle マップで見るとこの辺のこっち側に怖い、とにかく怖い。ひたすらおお、なんだなんかさ、なんか緑のも、なんかなんだろう、チラチラするのか、なんだよ。先生、はい、デング、こっから先は
はい。有料で。有料でございます。